こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではカーゴパンツというアイテムについてお話をしてみたいなというふうに思っています。こちらの YouTube チャンネルではこれまでですね、様々なアイテムについて解説をしてきたんですが、意外とですね、このカーゴパンツというアイテムについては語ったことが一度もなかったんですね。それはなぜかというと、こちらの動画の中では基本的にですね、僕が愛用しているものをお話しすることが多いので、そもそもですね、僕はカーゴパンツというものを最近はしばらく履いていなかったんですね。最後にですね、このカーゴパンツを履いたのは僕の記憶だと今から 6,7 年ぐらい前だったかなというふうに思っています。その当時というのは割とカーゴパンツを履いている方も多かったんですね。もちろんこのアイテムというのはトレンドアイテムというよりは定番的なアイテムで、いつの時代にもですね、必ずあるアイテムなんですが、そういったアイテムの中にも旬な時期とそうじゃない時期というものがあるんですね。そして今からちょうど 6,7 年ぐらい前だったと思うんですが、この時期って結構カーゴパンツ履いてる方も多かったですし、様々なショップだとかブランドで取り扱いも多かったんですね。で、その頃のカーゴパンツというのは当時はタイトシルエット全盛だったので、本来であるとカーゴパンツってやや太めのシルエットのものが多かったんですが、当時のカーゴパンツは結構細身のものなんかも多かったんですね。このあたりが特徴的だったかなというふうに思っています。その当時僕はですね、デザインワークで購入したカーゴパンツをですね、愛用していたわけなんですが、かなり細身でめちゃくちゃ気に入っていまして、それをですね、ヘビロテしていたわけなんですが、数年経って再びですね、そのパンツを履いた時なんか違和感があったんですよね。少しピークが終わったのかなという感じがしてしまって、それからですね、6、7年ぐらいですね、カーゴパンツから僕は距離があったわけなんですが、先日ですね、久々にカーゴパンツを購入したんですね。それはなぜかというと、数年ぶりにカーゴパンツというものの旬というものをですね、ちょっと感じ取ったからなんですね。だいたいですね、去年とか一昨年ぐらいからですね、おしゃれな人がカーゴパンツ取り入れてるなというのをですね、すごく感じるようになったんですね。例えばおしゃれ好きの方の中ではかなり有名なビームスの西口さんという方がいらっしゃるんですが、その方がジャケットとカーゴパンツを合わせるようなスタイルをですね、ちょうど2年ぐらい前からかなと思うんですが、だいぶそういったスタイルを取り入れることが多くなってきて、なんとなくですね、カーゴパンツというのが旬になってきてるのかなというのを感じていました。ただ僕自身もですね、結構ブランクが長かったので、なかなかカーゴパンツをですね、うまく使いこなそうというテンションにならなくて、去年は見送ってしまったんですが、今年になってですね、ようやくカーゴパンツをですね、着こなしの中に取り入れるようになりました。先ほどもちょっと触れましたが、以前のカーゴパンツというのは結構細身のものが多かったんですが、最近ですね、おしゃれな人がよく活用しているカーゴパンツというのは従来の太めのシルエットのカーゴパンツが圧倒的に多いかなというふうに思っています。もちろんですね、今でも細身のカーゴパンツみたいなものはあるんですが、どちらが今っぽいかなというと、一周回ってごくごく普通のカーゴパンツが使い勝手がいいのかなというふうに個人的には思っています。これはなぜなのかなというところを考えてみると、 6,7 年前まではタイトシルエットが全盛でしたが、今はですね、ビッグシルエットだとか少し緩めのサイズ感というところが少しずつトレンドとして定着がしてきているので、その流れの中で太めのカーゴパンツというものがそんなに違和感なく取り入れることができるからなのかなというふうに思っています。とは言ってもカーゴパンツというアイテムをおしゃれに着こなすというのはそこそこハードルが高いかなと思うんですね。失敗するとどうしてもやぼったい着こなしになりがちなので、今日はですね、実際にカーゴパンツを履きながらどういう着こなしだったら大人の男性にも似合いやすいのかというところをですね、しっかり解説したいなと思いますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは主に大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、分かりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速いってみましょう。はい、ということで実際に履いてみました。どうでしょうか。ちょっとまずは全体を見ていただきたいなと思うんですが、かなりですね、ゆとりのあるシルエットだというのが分かっていただけるかなと思います。もも周りもですね、かなりゆとりがありますね。ここまでですね、太めのパンツは僕は持ってないんですね。ワイドパンツというものは一応あるんですけども、ここまでゆとりのあるものではないので、割と僕の持っているボトムスの中ではかなりですね、ゆとりのあるものなのかなというふうに思っています。数年前だったらここまでゆとりがあるとなかなかですね、目が慣れなかったかなと思うんですが、今ビッグシルエットが全盛な時期であればそこまで違和感がないかなというふうに思っています。ただこのシルエットに関してはちょっとやぼったいなと思う方はもっと細身のですね、カーゴパンツもあったりするので、そういったものを取り入れていただくのがいいかなと思っています。で、カーゴパンツ特有のですね、大きめのポケットがついていたりですとか、あとは色ですね。
カーゴパンツといったらやっぱりこのようなカーキだとかオリーブ系というものがですね代表的なのかなというふうに思ってるんですけども、ブラックですとかネイビーですとかホワイトのようなベーシックな色合いとも相性がいいので結構馴染みはいいのかなというふうに思っています。で、大切なのはですね結構丈の長さなのかなというふうに思っています。これは結構人それぞれなんですけども、丈を長めにとっていてクッションを強めに出す人も多いんですが、まあ、カーゴパンツというのは色に関してもカジュアルですし、シルエットも太めですし、あとはこういったポケットがついていることでめちゃくちゃカジュアルなアイテムなんですね。そこにさらに丈も長くしてクッションを強く作ってしまうとどうしてもだらしなく見えるので、僕の場合はあまりクッションが強く出ないようにですね短めの仕上がりにしています。横から見てもですねそんなにこう裾にたるみがないのが分かっていただけるかなというふうに思っています。そして靴なんですけども、基本的にはですねカーゴパンツがかなりカジュアルなので僕はレザースニーカーを合わせたいなというふうに思っています。今履いているような白のスタンスミスですとかそういったレザー系のスニーカーが相性がいいかなと思ってます。まあ、王道は白で少し明るさを出すのもいいかなと思いますし、あとはですねこちらにあるようなブラックのレザースニーカーなんかもいいかなと思います。履いてみます。はい、こんな感じですね。まあ、ブラック系のレザースニーカーもすごくですね綺麗な雰囲気が漂うのでカーゴパンツとの相性はすごくいいかなと思います。まあ、ちょうど僕が 6,7 年前に履いてた時にはですねローファーなんかを合わせることが多かったんですが、まあ、最近の感じだとちょっとそこまでいくとですね綺麗めに振りすぎかなと思うので、これぐらいのレザースニーカーの方がですね相性がいいかなというふうに思ってます。まあ、もちろんですねニューバランスのスニーカーだとかナイキのスニーカーも合わなくはないんですが、大人の男性が合わせるのであればこのようなレザー系のスニーカーの方がより相性がいいかなと思うので、ぜひトライをしていただきたいなと思っています。この後はですね全身のコーディネートはどのように構成すればいいのかを解説したいので、ちょっとですねこの上にジャケットを羽織ってみたいと思います。はい、ということで今度はですね全身のスタイルをですね見ていただきたいなと思っています。コーディネートについて解説をしますと、下に履いているのはオリーブ系のカーゴパンツですね。そして内側にはですね一番下に白の丸首の T シャツを着て、その上にブラックの丸首のニットを着ています。そしてさらにその上にはですねネイビーのジャケットを羽織っています。このようなスタイルというのは結構合わせがしやすいので皆さんにもぜひトライをしていただきたいなと思うんですが、下がカーゴパンツというカジュアルなアイテムなので上半身に関してはややきれいめな方向に振るというのが今回のスタイルのポイントになっています。結構ですねこのようなスタイルを楽しんでいる方は多くて、まあ、先ほどもちょっと出てきましたビームスの西口さんですとかショップの店員さんですとかおしゃれが好きな方がですねこのようなスタイルを結構楽しんでいるんですね。僕自身もこのパンツを履いてからこのようなスタイルを楽しむことが多いんですが、意外とですね手持ちのアイテムだけで簡単にコーディネートできますので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなというふうに思っています。で、今回の着こなしの地味なポイントなんですけども、丸首の白の T シャツと黒のニットの合わせですね、ここが結構重要なんですね。首元だとか裾のあたりから白の T シャツをですね少しだけ覗かせてあげると着こなし全体がですね重たくなりすぎないんですね。この白の分量があるかないかで全然見栄えが変わりますので、こういった部分もですね皆さんには楽しんでいただきたいなというふうに思っています。あともう一つ大切なポイントなんですが、サイズ感を上下で大きく変えることで着こなしを楽しむというテクニックなんですが、上半身に関しては今回は割とタイトめにまとめているんですが、ボトムスでゆとりを出してるんですね。このように上下でサイズ感を変えることで少し新鮮な感じも出やすいかなと思うので、この点もチェックしていただければなと思っています。はい、ということで続いて2つ目のコーディネートを解説したいなと思うんですが、先ほどネイビーのジャケットをですね今度はブラックのですねロング丈のコートに変えてみました。このスタイルがですね結構個人的には気に入っていまして、最近はよくやってるわけなんですけども、ワイドカーゴパンツが太めなので上半身はですね少しタイトめにした方がバランスがいいかなと思ったんですが、意外とコートに関してもですね今っぽいロング丈のものもですねバランスがいいなというふうに着ていて感じました。もちろんですねジャストサイズのチェスターコートなんかもバランスがいいんですが、少しこういった着丈が長いコートでもですね意外と相性が良かったりするので皆さんにはお試しいただきたいなと思っています。で、やっぱりコートの色に関してはブラックですとかネイビーのような濃い色で引き締めた方が圧倒的にバランスがいいなというふうに思っています。このカーゴパンツが持つカジュアルさというのをですねいかに他のアイテムで中和するのか、これがですねすごく重要になってくるのかなというふうに思っています。まあ、そのためにはですね今僕が着ているようなブラックですとかネイビー、もしくはですね今内側に着ているニットはブラックなんですが、これをですね白系のものに変えても意外と清潔感みたいなものが出せるのでバランスがいいのかなというふうに思っています。今僕が着ているのは一昨年に買ったアンルートというブラン
ランドのタイロッケンコートになるんですが、このコートに関しては、まあ、先ほどお伝えしたようにユニクロのチェスターコートだとか、あとはグローバルワークのウーリーテックビッグコートなんかで代用してもらうのも良いかなと思っています。着丈の長いきれいめなコートとカーゴパンツというカジュアルなアイテムが結構相性がいいので、ぜひこの点もですね、頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画ではカーゴパンツというアイテムについて解説をさせていただきました。僕もですね、カーゴパンツを買うのは久しぶりだったので、どのようになるのかなってすごく心配だったんですが、実際に履いてみるとですね、結構しっくりきたんですね。というのもこれは最近のビッグシルエットの傾向があるからこそ、本来であれば結構やぼったく見えがちなカーゴパンツでも今のファッションにピタッとフィットするのかなというふうに思っています。とは言ってもこのカーゴパンツというのは万人向けのアイテムではないかなと思うので、おしゃれ初心者の方向けというよりは中級者の方がですね、取り入れやすいアイテムなのかなと思っています。いつも僕がご案内しているようなユニクロのスマートアンクルパンツだとか、もしくは細身のブラックジーンズですとか、こういったものだけでは少し物足りないなというふうに感じている方にはすごく便利なアイテムかなと思うので、ぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思っています。とは言ってもですね、なかなか自分にぴったりのカーゴパンツを探すのが難しいかなと思うので、今回の動画の説明欄ですとかコメント欄に僕のおすすめのカーゴパンツをですね、いくつかリンクを貼っておきますので、よかったらそちらを参考にしながら自分に合ったカーゴパンツというものを買い揃えていただければなというふうに思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。